ロストジャッジメント、前回の続きからプレイしていきましょう。博士さん、ヤミさん、あっちの方から、見た感じでは例によって人影はなさそうですね。はい。はい。でも確実に視線は感じるんです。なるほど。なるほど。嘘を言ってるようには見えない。だがストーカーがいるのとすれば、チャンスは今しかない。では、今からそのストーカーをおびき出して捕まえましょう。ですが、それには博士さんの協力が必要になります。協力ですか？わかりました。具体的に私は何をすれば？博士さんはこの辺りで目立つように立っていてください。俺は陰からあなたを見ている者を探します。おとり捜査のような形になり心苦しいですが、今ストーカーを捕まえるにはこれしかないかと。いえ、大丈夫です。やります。お願いします。では、よろしくお願いします。自然な感じで構えて、自然な感じであえて周囲を気にする素振りも施設立っていてください。わかりました。でも、今も自然感じてるんだったら、もうこの時点でみたいな。よし。ここなら周囲の様子を観察できる。彼女が感じている視線の正体、それを探ってみよう。今のところ気になる点は、こっちかな。暗くて見えないけど、あれは猫か。この辺りにもいるんだね。この辺にもいるんだね。これは。あの人、夜なのにサングラスしてるな。もしかして視線や顔を隠すためか。いや、ただのファッションかもしれないし、少し疑って見すぎているのかもしれない。視線の主の正体を掴むためだ。彼女に合図を送って、この道を歩いてもらおう。猫かな、やっぱり。ああ、どっちも動きやがった。あいつか。あ、増えたよ。なんかいろいろ増えたよ。怪しいな。怪しいな。あのグラさんが一番怪しいな。少し歩いてもらったけど、気になった点がいくつかあるな。これは。あのサングラスの男、京子さんの後ろで等間隔で歩いてるの。これは。ただ京子さんは、振り返っても視線の主はいなかったと言っていたな。こんなに堂々と後ろ歩くのはさすがに変か。ん？あの猫よく見ると自由に走らずにまっすぐ歩いてるし、速度が一定だな。これは。怪しい、ね。全員怪しいんだけど。あの女子高生、隠れて何かをじっと見てる。まさかこの子か。いや、よく見ると視線は男子高校生に向かっているな。博士さんが感じている視線ではなさそうだ。なんだ。あの高校生はずっとスマホをいじってるだけだな。待ち合わせか何かかな。まだ特定できそうにないな。もう一度歩いてもらおう。普通にめっちゃ怪しいよね。お、通り過ぎてた。また新しいのが出てきたな。猫ちゃんずっと追いかけてるけど。よし、歩き終えたみたいだな。今の気になった点は、これこいつか。たこ焼き屋の店主だ。道行く人に熱い視線を送っているけど、まさか。いや、店主なんだからお客さんに視線を送るのは当たり前だよな。こいつなんだよ、一番気になるのは。あの黒猫はまるで京子さんを見ながら歩いてるみたいだ。歩くペースも同じ。まさか。今見た中にストーカーの正体がいたはず。あの。博士さん、ストーカーの正体ですが。猫です。よろしくお願いします。猫です。猫？はい。はい。黒い猫なので分かりにくいですが、ずっとあなたのことを見つめ続けていた目は、こいつのものでした。ん？本当に？この子は私を？なあ。この猫に見覚えは？餌をあげていたとか。いや。いや、ありません。そうですか。ん？首輪に何かつけてるな。これは住所かな？ん？飼い猫でしょうか？ええ。そのようですね。この住所の場所へ行ってみましょうか。何か事情が分かるかも。はい。え、連れて行くの？この。知ってるこれ。住所によるとここみたいですね。桜いい病院みたいですね。でも廃業して結構経ってるみたい。飼い主に置いていかれたとかか。その病院はもう潰れたよ。具合が悪いなら他を探しな。え？いえ。あ、いえ。別に具合が悪いっていうわけではないんです。この猫の首輪にある住所を探していたらここだったので。猫？お前、チェリーか。まだこの街にいたんだね。え？知ってるんですかこの猫。まあね、その猫は
そこの病院の2階で飼われてた猫さ。2階？そこは1階が病院で2階が医者が喉痛くなってきた。医者の住まいでね、最初は勝手に住み着いてそのまま飼い猫になったんだよ。なるほど。でもこの病院が潰れたと言っていましたよね。この猫は先生に置いていかれてしまったんですかね。まさか。あの子はそんな無責任なことしないさ。チェリーのことをすごく可愛がっていたんだ。死んじまったんだよ。交通事故でね。え？薬系通りの近くに交通量の多い交差点があるだろ。あそこで飲酒運転の車に突っ込まれてね。往診からの帰りみたいだったけど、即死だったって。そんな。チェリーはそれからずっと事故現場から動かなかったんだけど、急にどっかにいなくなっちまってね。もう会うこともないと思ってたけど、どこで見つけたんだい？その百景通りで。そうか。この猫、チェリーはずっと彼女のことを見て後を追いかけていました。最初は何かに見られていると思って視線の正体も分からず探していただけなんですけど。へえ、なるほどね。似てんのかな。若い子だったんだ。死ぬ前の年も背格好もちょうどあんたくらいだったよ。あんたも病院勤めか何かかい？あ、そういうことか。消毒液の匂いがする。はい。ええ、まあ。なら、チェリーは医者とあんたを重ねてたのかもね。なるほど。だから百景通りで視線を感じていたのか。今度こそ守ってあげようとして。ま、それは本人に聞いてみないとわからないな。チェリーはあの子に似て賢い子だから、そんな気はするね。視線の正体はストーカーじゃなくてボディーガードだったってことね。やるじゃんチェリー。ありがとうチェリー、君はナイト様だったんだね。あの、違っていたらあれなんですが、ん？ひょっとしてあなたは桜先生のお身内の方では？なんでそう思うんだい？先生のことをあの子って言ってるのが少し気にはなったんですが、何よりあなた泣いてるじゃないですか。え？娘がいなくなってからずっと時間が止まったままだった。チェリーと一緒に事故現場にいる時間が永遠に思えてさ、突然すぎてあの子がいつか帰ってくるんじゃないかって思って、未だに委員の看板すら外せない始末だよ。気持ちはその子の同じだと思っていたんだけどね。だが、でもチェリーは違った。ああ、チェリーは前を向いてまた誰かを守ろうとしてる。二度と同じ悲劇が起きないように、私も頑張らないとね。長話をしちまったね。でも今夜はぐっすり眠れそうだ。あの、ん？この子、私が面倒を見てもいいでしょうか。責任を持って大切にしますので。そいつは私が決めることじゃない。チェリーに聞いてみな。って聞くまでもなそうだね。よろしくね。これからよろしくね、チェリー。いい話じゃないか。本当にここまででいいんですか？まあ、あれだもんな。そのストーカー疑いもなくなったわけだし。はい。はい、家はここからすぐなので。そうですか。ま、今日からは頼もしいボディーガードもいますしね。そうですね。この度は本当にありがとうございました。いえ、また何か困ったことがあったら連絡ください。はい、その時はまた頼らせてもらいますね、八神先生。え、あくまで見つけんの講師ということだから厳密には先生ではないのかしら。どうしてそれを。俺どっかで言いましたっけ。だって私、星稜高校の養護教諭ですから。え、マジで？世間は狭いね。マジですよ。とはいえ、ご存じないこともないのも仕方ないですね。学校ではお会いしたことありませんでしたね。確かに保健室に行ったことがなかったな。この人から消毒液の匂いがしたのはそのこと、そういうことだったのか。そういうことなら言ってくれたらよかったのに。すいません、変に気を使わせてしまうかなと思っていたら、なんだか言い出すタイミングがなくしちゃいまして。ま、確かにストーカー騒ぎでそれどころじゃなかったか。改めまして、博士京子と申します。星稜高校で保健室の先生をしています。八神さん。グッて。これからよろしくお願いします、八神さん。こちらこそよろしくお願いします。とは言っても私は赴任してきたばかりなので、まだ学校のことはよく分かってないんですけどね。あれ、そうなんですか。はい。ええ、新しい学校なのでなかなか慣れなくて大変なのです。だからもっと頑張っていかないと。八神さんも悩み事があったらいつでも来てください。私、推理はできませんけど、カウンセリングならできるんです。では、そのうちお邪魔させていただきますよ。怪我した時とか、ぜひ。まあ、そうですね。手当てもするので、お気軽にどうぞ。ん？
なんか一瞬空気が変わったような。気のせいかな。にゃん。ごめんごめん。お腹すいたよね。ご飯買ってあげるからね。それでは私はこの辺で失礼します。また学校でお会いしましょう。はい。それではまた。じゃあジェリー、京子先生の護衛を頼んだぞ。にゃー。汚い俺の声を入れる必要はなかったな。まさか依頼人が保健室の先生だったわ。今度時間があったら保健室によって悩みでも聞いてもらうとしますかね。でも別に相談するような悩みもないんだよな。眠くなったら紙にも取らせてもらいに行くか。お、回復に。あ、やっぱりそうなんだ。そういうことでちょっと、そういうことでよろしくお願いしますみたいなことだったのに、なんか、鈍感だから。いやー、アイドル側はモテますな。あいごん、痛い痛い痛い。余計なこと言うんじゃなかったね。よし。はい。ちょ、あ、取れなかった。あ？なんか走ってんな。おお、かっこいい。何見てごめんね。おい、こっち来いよ。よし、明る。まだ学生いんのかよ。友達は見たらしいぜ、UFO。UFO？ いつの話？そういえば、夜の学校で人体模型だかが、徘徊してとか噂になってたな。よくある階段の一つだろうけど、火のないところに煙が立たぬともいいし、一応見てみようか。UFO の話も気になるんだけど。アブダクションって言うんだろ？ UFO にさらわれて金属を埋め込まれるんだよな。うん。俺見たぜ、UFO。あれ本物だって。でもすごいな。キャトルミューティレーションって言わずにアブダクションでちゃんと言える学生がいるなんてな。あれ本物だって。2年くらい前にも話題になってたよな。一人称のエイリオン。エイリオンじゃねえや。エイリアン。まあ、偉人もエイリアンも一緒みたいなもんだもんな。なんか、字面的には。確か、3組の何とかってやつの親父が誘拐されたって行方不明になったとか。マジビビるわ。言った兄もバズってるぜ。また誰か誘拐されるんじゃないかって。UFO？ 誘拐されたって？あれじゃないの？ドローンじゃないのかな？拉致られないうちに行こうぜ。UFO による誘拐か。ちょっと気になるな。ユッターでバズってるらしいし、バズリサーチャーで絞り込みを言ってしてみるか。お、見てみる？バズリサーチャー。UFO。あ、出た出た。近いな。あら。目撃されてる時間帯は夜か。スナック街に集中してるな。よし。夜にスナック街に行って探してみよう。マックシで探すしかないかな。まあ、その前に。人体模型。でも昔あったよね。学校に七不思議とかさ。なんか、花子さんを呼ぶ方法とかさ。どこら辺にいいんだろうな。人体模型知んない？ん？参ったな。俺、明日には大阪に帰るんだよ。今日を逃したら次、いつ掘り出せるか分からんぞ、タイムカプセル。タイミング的には今日なんだよな。この学校の卒業生か、タイムカプセルとか言ってたな。見たところ、タイムカプセルを埋めた場所が分からなくなっちまった感じかな。さて、どうしよう。協力してるか？協力しようか。よし。ここは、八神探偵事務所と99個アピールするチャンスだ、ね。でも帰るんだよ、この人たち。何かお困りのようですね。ん？あなたは？矢上です。矢上探偵事務所の矢上と申します。探偵さん？はい。はい。普段は神室町で探偵をやってるんですが、偉人町では横浜99課という友人の事務所で手伝っていまして、この学校ではミステリー研究会という部活のアドバイザーをさせてもらっています。あ、じゃあ、学校関係者なんだ。ええ。ええ。何かお力になれるかもしれません。もしよかったらお話聞かせてくれませんか？事務所の売り込み活動も兼ねてるんで、調査料はお気持ち程度で取るんだ。探偵か。確かに、うせ物探しとか得意そうだな。お願いしてみるか。うん。お、どうしよう。それじゃあ、矢上さん、よろしくお願いします。俺は、荻窪って言います。花水木です。なんでちょっと特殊な名前が多いんだよ。矢鴨です。俺ら3人、この学校の OB でして、今日は久々に3人で集まったんです。
で、この学校に埋めたタイムカプセルを掘り出そうって学校に来たんですが、3人とも記憶が曖昧で、どこに埋めたかわからなくなってしまって。手がかりとなる情報はないんですか？それが、何しろあの時、なあ。ああ。卒業祝いにこう、一杯やっちゃったっていうか、若気の痛いというか、お前なんか一口でベロンベロンに。飲酒？おいおい、当時は見せねえんだよな。何か覚えてることはないんですか？目印があったとか。一応、当時のメンバーがあるんですが、巨人の車輪が、なんでちょっと、最も枝大きい木から、南に3歩、東に2歩の位置にお宝眠る。ん？これは暗号ですか？はぁ、あ。ええ。確か、当時流行ってたゲームの暗号で、それを用いて作ったんです。なるほど。それでこの暗号文はどういう意味なんです？いやー、それがさっぱり覚えてなくって、ゲームだと、車輪を持った巨人の像があったんだけど、こんな学校にはないよな。何かを車輪に見立てたんでしょうね。ひとまず、この暗号を手がかりに探してみます。花水木さん、そのスコップ貸してもらえますか？はい。ああ、はい、どうぞ。さて、この暗号どういう意味だろう？睨みつけるという意味だよな。だとすると、巨人の車輪に見立てられた何かに睨みつけられている、最も枝大きい木か。まずは該当したのものを探してみるか。隠してんのはもうここで間違いないのかな。最も枝大きい木はなんかこれっぽい感じはするけどな。車輪に何かを見立ててんでしょう？てか俺人体模型も探さないといけないんだけど、まあそのついででいっか。木も多いな。まあ、外じゃないね。中じゃないっていうのは確かだよね。やっちゃった。ミミズ？よもぎはいいけどさ。ミミズはどうかと思うよ。まあでも、ミミズか。幼稚園の時とかすげえ数捕まえたりしてたな。車輪ね。車輪？これか？電車か？いや。なんだ？これは違うようだ。あ、そう。そういう感じです。車輪ね。もうちょっとヒントないのかな。最も枝大きい木だもんな。車輪。こういうのじゃないのかな。こういうとこかな。車輪ねえ。ん？これは違うようだ。車輪？わかる？君たち。もう話してもくれないよ。あ、観覧車か。観覧車さっき見えたな。観覧車じゃない。車輪って言うとやっぱ、バカでかい巨人のって言ったらもうあれしかないよね。あれ？どっから見えたっけ？さっき。広域マップは見たい。ちょっと待って。マップに出てるんだけど、これは違うよね、さすがにね。え、そんなことある？そんな謎解きさせる気、ないかな？なんかそんな気がする。そんな気がするぞ。あれなんじゃないかな？これは。
あれは観覧車か。まさか巨人の車輪ってあれのことか。だとすると、巨人の車輪が睨みつける。この辺りの木？最も枝大きい木だもんな。ってなると、最も枝大きい木。多分この木だよな。条件が当てはまる。そっから南に散歩。最も枝大きい木。多分この木のことだよな。つまり、この木の前から南に散歩、東に2歩の位置にタイムカプセルがあると。なんだあれよ、スコップ。場所的には一応あの辺りだと思うけど。よし、掘ってみるか。そんな、何年前の OB か知らんけど、おかしいな。ないぞ。もう掘られてるってこと？ちょっと場所がずれてんのかな。近くの地面も掘ってみるか。な、当たった？これは。よし、正解だったみたいだ。あの人たちに報告しよう。ただちょっと気になるな。あのスコップ、もしかして最近誰かが使ったのか？俺が掘る前に誰かがあの辺りを掘ったってことだろうか。これかい？はい。いやー、どうなんだ。あれなのかな？なんか、これですみたいな感じで終わらない気がするな、これ。大丈夫かな？あいつらマジで何もする気ないな。タイムカプセル見つかりましたよ。おー、さすが探偵さん。巨人の車輪というのは、裏庭から見える観覧車のことだったようです。あー、観覧車か。そういえば、あれを巨人の車輪って言って盛り上がった気がするな。あれ？でもこれ、なんか違くね？色は確かこんなんだと思うけど、これ、鍵穴がどこにもついてないし、ほら。え？あれ？ほんとだ。どういうことですか？俺たちの埋めたタイムカプセル、鍵がついてたんです。勝手に開けられないように。だけどこれには鍵穴が見当たりません。しかし、暗号の通りの位置にありましたよ。おかしいなぁ。どういうことだ？そうですね。考えられる可能性としては、これか？実は、このカプセルが埋まっていた場所の隣に不自然な、痕跡が残ってたんです。最近誰かが何かを掘り出したような痕跡が。それって、つまり、タイムカプセルが取り違えられたのかもしれません。つまり、近くにカプセルを埋めた別人が、皆さんのカプセルを間違えて持っていってしまったんです。マジっすか？はい。はい。現場に残されていた痕跡から、そう推測できると思います。相手のカプセルに鍵はなかったはずです。ないはずですが、昔のことなので気づかなかったのでしょう。中身を見れば勘違いに気づくでしょうが、鍵があるので中を確認することもできなかった。マジか。だがあり得るな。当時、タイムカプセル流行ってたし、俺も小学生の時埋めたな。てか、学校の行事として埋めさせられたな。いずれにせよ、タイムカプセルは第三者によって持ち去られてしまってですね。持ち去った人物が誰なのか特定し、カプセルを取り戻せればいいのですが、開けるしかないか、これ。このタイムカプセルの中を見れば、誰か間違えて持ち去ったかわかりませんかね。それもそうだな。では、ちょっと失礼して。陸上部のゼッケンに熊のぬいぐるみか。串なんかもあるし、女の子みたいだな。持ち主がわかりそうなもんは、これは？手紙みたいだな。おい、名前が書いてあるぞ。後藤さんや。これ、後藤さんのかよ。お、マジか。ん？指令ですか？はい。当時のクラスメイトで、うちらのマドンナみたいだった人です。おぎぐば、お前、後藤さんのこと好きだったんだよな。まあな。卒業式の日に告白しようとして、結局へたれてできなかったんだよな。どれどれ、何が書いてあるんだ？貸してみろ。あ、人の手紙を勝手に。ちょっと！それはさすがにどうかと思うぞ。うるせえ。ほうほう。え？めっちゃ髪綺麗だな。嘘だろ？マジかね？何が書いてあったんだ。人の手紙を勝手に読むのはどうかと思うが気になるな。いや、調査のためにこれも必要か？はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。